皆さんこんにちは、教育百貨店の平野と申します。今回ですね、授業のつかみの3本目になりますね。今回は何をやっていくかというと、共感ですね。あのね、つかみ確かに1本目とか2本目みたいなトリッキーな感じの方がつかみやすいんですけど、全部が全部そういうわけにもいかなかったりしますよね。アイデアが思いつかないっていうパターンもあり得るんで、もうその時はこの3本目を使いましょう。共感ですね。例えば、もうこの単元ってすごい難しいよね、僕も学生の時よく分かんなかったもんって、一番最初に言うだけで、生徒は、ああこの先生は私と似たような考えを持ってくれてるんだなって思うだけで、親近感が湧きやすいから話を聞いてもらいやすいんですよね。まあ、例えば、まあ僕一応英語の先生なので、まあ一つ使ってきた例として紹介するんであれば、みんなさ、動名詞はなんとなくできると思ってるけど、分詞はちょっと怪しくて、分詞構文になるともう意味わかんないんでしょ?みたいな感じで、ああいうことはかなり頻繁にあります。実際生徒ってそうなんですよ。テスト範囲が動名詞だったら、いや今回の範囲は簡単だったなってみんなね思うんです。でも分子と分子構文が混ざってくると、なんかやだなみたいな思うんですよね。それはなんで思うかってわかるかというと、まあ僕がそうやって思ってたからっていうのもあるんですけど、生徒の様子を見ればどの単元が好きじゃないかって、いやわかると思うんですよ。つかみってもちろんちょっとこう作り込んであって、えって思わせたりとか、あーなるほどねって、いやすごいなって思わせることも確かに重要なんですけど、長くなる必要はなくて、いやーこの単元ちょっとむずいよねとか、この単元ちょっと暗記するもの多いからやだよねとか、複雑すぎてよくわかんないじゃんみたいなことを言うだけでもかなり効果はあります。よろしく頼むぞ。なので何も思いつかなかったら、この3本目の共感して掴んで授業に入るっていう方法は使いやすいかなと思いますが、全員が 100% 共感できるワードってのはあまりないので、全員の頭を働かせるのにはちょっと向いてないかなと思う。まあでもそれでも言い方が良ければ8割9割ぐらいは、話を聞いてくれる体制にはなるかなと思うんで、手軽に使えるつかみとしては有効かなと思ってます。4本目作っていきますんで、また見てください。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。